ジョルジュスーラのグランドジャット島の日曜日の午後とは、ジョルジュスーラが確立した芸術様式を指して、1886年に批評家のフェリックス・フェネオンが付けた用語であり、直感的だった印象派の色彩理論を科学的に推進し、天描画法による鮮明な色彩表現や印象派が失ったフォルム、 画面の造形的秩序の回復を目指した1880年代から20世紀初頭にかけての絵画の位置傾向のことである。新印象主義とも呼ばれる。新印象主義はフォービズムをはじめとする20世紀初頭の前衛絵画運動にも影響を与えた。1880年代初頭、印象派の画家たちは岐路に立たされていた。そもそも1874年から行われていた。 印象派展も一枚岩だったわけではない。特に、クロード・モネや、ピエール・オー・ギュストル・ノワールを中心とするグループと、エドガードが率いるグループの間で対立が目立つようになる。理由としては主に次のようなことを挙げることができる。このようにして徐々に発生した印象派のグループとしての解体を象徴するのが、1886年に開かれた最後の印象派展となる第8回展である。 カミリー・ユピサロやドガの作品はあったが、モネやルノワールの出展はなく、そればかりか印象派に批判的なオディロン・ルドンや、ポール・ゴーガンの作品が出展される、印象派展となった。この印象派の終焉を思わせる、印象派展に、後に新印象派と呼ばれるスーラや、ポール・シニャックも参加していたのである。スーラは、国立美術学校時代、ドミニク・アングルの弟子でアングル派の重鎮となっていた。 アンディ・レーマンのもとで古典的でアカデミックな美術教育を受けていた。その一方で、ウジェーヌ・ドラクロワやバルビゾン派や印象派などの海外に衝撃を受け、光や色彩に関する関心を深めていく。スーラは印象派の経験的で直感に頼った色彩表現や筆触を、より科学的で正確な色と色彩の表現にすることを追求した。そこで彼が参考にしたのは、 当時出版されていた光や色に関する科学書や美術理論書である。主に、ミシェル・ジェヌ・シュブルール、色彩の同時対象の法則、シャルル・ブラン、デッサン芸術の文法、オグデン・ルード、近代色彩論などである。スーラの探求が結実するのは、第8回印象派展に出展されたグランドジャット島の日曜日の午後である。スーラが印象派の経験的で直感に頼った。 色彩表現を論理的で科学に基づいた表現にするために確立した方式は原理上の観点から分割主義、技法的観点から点描主義と呼ばれ、スーラ自身は色彩光線主義という言葉を好んだ。印象派は国一国と変化する光を表現するために筆色分割と呼ばれる。 混色を使わずいくつかの原色に近い色を細かく配置することで周囲の光や空気の微細な変化を画面にもたらすことに成功していた。しかし、筆色は依然大きく、不揃いで、まだ乾かない状態で絵の具を塗り重ねていったため、絵の具が混ざり合い暗くなってしまうという欠点があった。ルードは、ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツの研究を紹介し、特筆すべきこととして、固体顔料は、 光線のような明度の高い色彩を表現できないことを挙げている。スーラはこのような当時の科学的考えを採用して筆色分割を科学的に徹底させた。具体的にはキャンパスに純色のみの小さな筆色を並べ色を分割しその配置を法則化した。そうすることで同時対比の法則が作用し四角混合により光と色の表現を 最大限に表現することが可能になったのである。スーラは病のため、1891年、31歳の若さで溶接しまうが、その後シニャックがスーラの意志を引き継ぎ、天平画法の理論をまとめた、ウジェーヌ・ドラクロワから新印象主義までを観光するなど新印象主義の最大の擁護者となった。七色に彩られた尺度と角度、 色調と色相のリズミカルな背景のフェリックス・フェネオンの肖像、ニューヨーク近代美術館、新印象主義という用語は、1886年にフランスの美術評論家、フェリックス・フェネオンが、ラルモデルヌ上に執筆した批評の中で、スーラの絵画を表するのに使用したのが始まりである。ラベリテイクラモットードネオ、インプレッシャニストエキシージユヌイクセプシアネルダリカテス。 DE 実際、新印象派の手法には、極めて鋭敏な目が求められるのだ。わけは引用者による、ポスト印象主義という言葉は、1880年代後半から20世紀初めにおける、ポール・セザンヌ、フィンセント・ファン・ゴッホ、ポール・ゴーガンなど、印象主義の流れを組みながら独自に展開を遂げた、芸術家を総称する言葉である。1906年イギリスの批評家、 ロジャー・フライが初めて用いた。印象主義という用語が19世紀当時、美術批評から生まれたのに対し、ポスト印象主義は後世に作られた歴史的な概念であり、印象派後の展開を漠然と指し示したものであるため、論者によって包摂する範囲が異なる。例えば、美術史屋のジョン・リオールドは新印象主義を、ポスト印象主義に内包するものして用いている。ポール・シニャックの マルセイユの港、ありがとうございます。